はい、皆さんこんにちは。ホワイトアップスタースターさんの保存です。そして、タイガサクです。ガノ、ヤモス。はい、よろしくお願いします。ますということで、はい、いろいろ情報修正されましたけども、今日はクレオパトラやっていきたいと思います。はい、はい、中でもね、やっぱりかなり強化されたんじゃないかと、はい、いうところ、クレオパトラなんですけれども、そうですね、まず毒キラーもらいましたよ。自分の友情コンボがね、毒出せるやつあるからね。毒持ってて毒キラーは初、すごいですよね、うん、すごい、もう自己完結、ありがとう、ありがとう。はい、そしてレザさんももらいまして、はい、アンチ魔法陣ももらいましたと。おー、すごいですね、モリモリっすよね、うん、いやなんか、ね、昔ね、やっぱランスロット X がこんな感じで見てて、かなり疲れるようになったじゃないですか。そうだね、多分その枠ですね。おー、パトラはやっぱ限定なんで、うんうん、ちょっとね、いまいち最近は使われてなかったと思うんですけど、いや確かにちょっとね、うん、存在感がね薄かった、薄かったね、はい、と思うんですが、これはちょっと期待できるんじゃない。そうだね、はい、だいぶ変わったよということで、じゃあ、はい、今回まずはペネファンティ、はい、よいしょ。回復なしだから、でも回復もあるから、おー、実質神やってるね。神は死なないね、絶対質死なないし、死なないわ、うん、しかも毒キラーで殲滅力も高いということで、もうなんか上のやつ毒にしたいんで、ちょっとこういうムーブでちょっと、あ、なるほどね、はいはいはい、覚悟ね、うん、とかね、毒していきました。あの天使様はね、ちょっと無敵なんで、ちょっと本当、お、重力来たよ。お、超重力、超重力毒キラー強いね。おお、強いな、おお、強いな、ね、強いの。なんか普通 HP 高いね。なんか高え。なんか高えね。さすが限定。ね。うん。この絵とか。これ実質あれだね。回復 M の効果も上がっていると。同族仮面と線形仮面ついてる。3000アップしてるかな。なるほどね。うん、ミッション高えな。ね。はい。一旦まあ毒を当てて。毒を当てたということはキラーが生きるということは。オラオラですか。オラ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 。で、これ友情にも一応乗るんですよね。友情乗ってるね。一応爆発がなんか地密よっていう、うん、良さもありと。おー、使いやすくなったね。じゃあだいぶ爆発しろ。爆発お願いします。ほら、おー、覚悟の爆発、はい、まあ、これでね、雑魚的になくなったんでね、往復できれば強いんじゃないですか。お願いします。よし、天使邪魔だな。おお、強い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 、まあ、キラーエフェクトもね、気持ちいいですね。これね、キラーエフェクト気持ちいいですよね。いいよね、効いてる感ある。このキラーエフェクト効いてる感ある。ああ、天使様だ。あ、おお、爆発、爆発、大事だよ。レザストレザスト噛み合いまくってんじゃん。レザストのすごいことな。毒消えてるけど、すぐ毒かけ直せるから。おー、はい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 。まあなんか普通にさ、やっぱ小町とかと組み合わせてもいいかもしれないですよね。あり、うん、なんかまあ、毒巻きつつ自身も毒キラーですよと、うん、なるほどね。毒パーティーね。うん、突破。あれもいけんのかな。なんだっけ、闇の魔法陣ランスロー X がいけるところ。あそこは、ね、貫通がちょっと微妙なんですよね。うーん、まあでもいけなくはないんじゃないですか。うん、クソ。あ、でも普通に強い。当てたかったのに。なんもなってないけど普通に強い。なんだっけ、閻魔大王みたいなやつ、なんだっけな、アイゼン妙だ。そうだ、そうそうそう。俺もブリーチが出てきちゃった。アイゼンキスケ。アイゼンキスケ出てきちゃった。ソウスケだ。アイゼンソウスケ。アイゼンキスケなんか混ざってんの。混ざってん。ドッキー。あ、重力になるんだ。なっちゃったけど靴あるよ。立てていきます。おお。いい火力。なんか指針ついてる。イエス。この日のために締め付けてきました。ありがとうございます。どうも。5月、やっぱ重力いっぱい欲しいな。まあね、走れる、ね、重力あるとさらに強えな、こいつ。
重量かったらバケモンなんじゃないの。うん、回復もできて攻守一体。はいよ。そもそも SS はバカだもんね、こいつ。 SS バカっすね。そっか、この毒キラー乗るんだもんね、SS にね。強そうじゃないですか。SS 撃っちゃいな。撃てそう。一段階目は撃てそう。よいしょ。どうもだ。お、一応いいよ。よく言うと SS 短縮欲しかったね。ああ、わかるわ。ちょっと重いから。確かに。最近のって24ターンって重いっすね。重いっすね。24足す4だもんね。4? 4? お強い。おぉ、うん。いい火力。いい火力。そして毒で左上も倒して失神させると。この日のための失神。この日のための失神が。生きてきている。そういうことになってますね。やっぱね、シレットやっぱ魔法陣も嬉しいっすね。これダブったら結構大変だよね。こいつ俺なんか運極なんだけど、した記憶ないんだよな。え、クレオパトラ、いや、ペネファンティー、ペネファンティーね。俺も記憶ない。いや、多分ね、うん、コンプレックスの時に多分ね、作ったと思うんですけど、モーセでやってたんじゃないの。いやー、モーセだったらもうちょっとだるそうな気がするんだよな。確かに、魔法陣で作ったんね。俺も何でやったか思い出せ。俺も運極したんだけど、何でやったか思い出せ。なんだっけ、なんだろう、なんでやったんだろう。カナエル使ってそう。貫通ラミエル。ラミエルかなかな。なんか使ったんだよな。私じゃん。はい、エネス重力ほとんど出ないですね。あの、魔導士が出してくるんですね。エース溜まるよ。来た。やべ、俺一番後ろじゃん。一番後ろだから撃たずに終了するパターンあるぞ。24ターンだもんね。おお、いいけどね。さりげないもんな。結構出たな今ね。ワンタッチだもんね。うん、もう HP が減らない。これ使ってえな。はい、ね、この人強いっすね。この人強いね。ペンファンティさん。ペンファンティ、ファンティ、うん、ファンティ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 。それは違うんだよな。おー、リリーの立ってた。おーい、あー、痛い痛い痛い。レザス俺に打たせないつもりだな。いや、あ、いや、そんなつもりは。あ、二択増えてるじゃん。あ、でもどうせね、打てるんでね、次の週でね、回復します。あ、絶対しない絶対しないかい。お、これで打てるんじゃん。打てるもんすね。よし、なんか回復が今あるんで打つ。でもいなくなっちゃうんだな。これで全員打てるか。そういうことか、うん、すいませんでした。まあいいんじゃないですか、うん、この 2体で終わるでしょ。じゃあと信じてるよ。お願いします。まさに毒に当たりながら大暴れ。スピードどんなもんだろう。変わんない。変わんないっす。ナイス。じゃあ手番ストレス毒触れながらいけ。元の人が一番火力出るはず。はい、ちょっとケットン、おぉ2体かな。まあ、もうちょっと巻き込めばいい。もうちょっと巻き込んだら、ペネファンティもう1ヒット入れた。ヒット入った。あ、すいません、天使が近づいてくれました。いいっすか、自分。はい、ストライクショット廃止。ストライクショット廃止。あ、あ、おぉ2体。あー、なんで今の今ぁ。お、餌が、リサが増えた。よし、じゃあ俺もストライクショット廃止。廃止。ゲーム変わっちゃうね。おお、やっぱ巻き込み強いね。3体だとこの辺戦争強いんだよな。なるほどな。はい、はい、ということでね、クレオパトラ、まあ、
情報修正あったからなんかちょっとは出番が増えそう、うん、全然増えそうですね。増える気がする。なんかジルドレも行ってみますか。行きましょう。はいはい、はいはい、ジルドレ今回は有利属性だし重力バリアもあるんで、うん、じゃあ真の力を大暴れ。はい、ちなみに田中誠さんはカシモンされております。カリモンでございます。持ってない。限定だからね。一番もうレーザーボリやってんじゃん。オスロアンチ魔法陣。お、強い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 。ああ、いいじゃん。毒やっぱ範囲広いな。右上にも届いてるもん ね。自分のやつかな。どこかな。お、切る切る全て切る。おー5万。おお5万偉い。5万。今死ぬって分かってたんだよ。やばい。下切りはしないと。下切りはしない。おゆっくりゆっくり。どうなんだ俺。ゆっくり誰でしたっけ。2P ですね。 2P いるとおおおすげえ。この謎のゆっくり懐かしい。謎のゆっくりなんだこれ。おジルドレ。おぉ強っ。おぉ確かに。ジルドレ毒殺。ジルドレキラーか。ジルドレキラーかな。これ斬新なキラー。さては、ボス戦来た。おぉなんだすごい。トリプルゆっくり。やばこれ。難しいよ逆に。爆発威圧じゃね。おぉ謎ゆっくり。ナイス謎ゆっくり。あー上のやつは毒で死ぬんでね。そうですね。いや5万の毒って何で強いの。5万はね、普通にザコに5万強いですね。だって有事属性強いっすね。そうですね、だいぶ変わりますねさっきとね。うん、ジルドレね、もともと低 HP 効果力っていうのもあるんですけど、うん、ゆっくり、うん、ゆっくり出まくりだね。ゆっくりペンの時一切出なかったのにね。本当だよ。確か偏ってんだよ。偏りましたね。よりすごいな。あー強いよ。強いね。気持ちいい。ゲージの減り方が気持ちよすぎる。いてて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 。これ強えよな。このフォーミング4万8000とかなってるよ。やば。うわー強い。して毒で毒で死ぬ死ぬと。さらば。ジルドレキラーじゃんマジで。ジルドレキラーだな。すごい地味なとこ来たけど。ジルドレキラーじゃん。結構だるかったからな周回は。これ実はね最近運気にしたんですよジルドレ。ああそうなの。つい最近やったんですけどミストじゃん。やるタイミングミスった。チュミーとその証拠でやった。ああチュミー最近めっちゃ使うんですよね。そうなんだ。チュミー超強いよあいつ。もう魔法陣持ってるのも偉いよね。そう貫通だし。貫通で爆発持ってる。いいっすよね年始のああいうキャラは爆発持ってるんで。チュミーとコマさん超強い最近。終わりそう終わりそう。うわーい。就職先決定。ジルドレと内定。はい、魔法陣いいっすね魔法陣。うん、まああとはね多分ウィルとかでも強いんじゃない。ウィル、うん、またそのね渋いところだけど、うん、ウィルってなんだっけ。正義だっけ。めっちゃ最初のやつでしょ。う、うん、結構難しい。あーあそこだ。まあ、パーサルジョコね。そう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 。まあ状態上回復はないけど回復がある。うん、超重力がある。素晴らしいじゃん。強そうじゃん。強そう。こいつ何なの強さ気がする。あ前から。うん、はい、はい、ということで、はい、パトラー今後使うことが増えるでしょう。はい、重力魔法陣。まあ他にもねいろいろ注目のキャラいるんですけど、やっぱ、うん、俺ブルタスとかニーベルンゲンかなり強くなったかなって思うんで、うん、ブルタスいるの友情強くなってるの。そう、うん、光の貫通重力魔法陣いなかったんだね全然。へえ、エレボスぐらいだった、うん、なるほど。エレボスはねこの少ない枠に入ってきたと、うん、じゃあとても貴重な、うん、はい、ということなんで皆さんも使ってみてください。はい、それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。わかってしまったから。
世界。